第21回香港カップスタート直後2007年12月9日に、シャティン競馬場で施行された第21回、キャセーパシフィック、香港カップについて記述する。ワールドレーシングチャンピオンシップ第13戦に指定されているが、2007年は同シリーズが休止されている。香港ジョッキークラブからは、2007年のクイーンエリザベス2世カップを制したビバパタカなど4頭が、 出走した。フランスからは2007年のドラール城を制したミュージカルウェイが出走した。アラブ首長国連邦からは2007年のクイーン・アン・ステークスとサセックス・ステークスを制したラモンティが出走した。日本からは多数の第1回出走登録があったが、馬インフルエンザの影響で出走場はシャドウゲートだけとなった。 第20回以降2年連続で日本馬の出走ありで行われた。12月7日に各国のハンデキャッパーによる有力馬ポイントランキングが発表された。1位はビバパタカの127ポイント、2位はラモンティの88ポイント、3位はベンジャンス・オブ・レーンの70ポイントとなった。なおポイントは15名のハンデキャッパーより1位10ポイント、2位6ポイント。 3位、3ポイントが、それぞれ与えられ、その合計ポイントである。負担重量はボバ及びセンバ26ポンズイコール約5 7ラム、ヒンバ122ポンズイコール約、55. 5 5 5ム。コースタートを決めたのは、シャドウゲートだったが、逃げたのは、ロイヤルプリンスだった。そのままレースが進み、最後の直線では、シャドウゲートが、先頭に立ったがラモンティラにかわされ合着だった。 一方、シャドウゲートを交わしたラモンティは、ビバパタカの猛追を半場審査で抑え一着で、ゴールした。キサは一着場からのキサ。ありがとうございます。